ないよね。ないよね。めんどくせえ本当に、なんかこうめんどくせえ本当に。いまだになんか俺のこのもうめんどなんかあれしよう、なんか機嫌悪くなっちゃったからもう消そう今日も、なんかめんどくさいから。そしたらば、どうしようかな。あん、ん？もしかしてよ。どう、なるほど、こっちか、正解は。こうして一回入って完全攻略って感じはしないけど、いいや、めんどくせえ。髪型髪、いいよ、ちょっとダリーからレズるわ、なんかもう。最初のポンペリバーと、今水を流したドルトンガが合流して大ポンペリバーになりましたね。いずれにしてもこれで立派な川になったわ。すごいじゃないマサオ、こいつは仲悪いな本当に。あ、何も突っ込んでない。んこの気配はあっちだ、まだ会ったばっかだからな。髪型どうかしな、ちょっともうなんかさ、めんどくせえからさ、あれしていい、ちょっともう待って、どうやってやったらこうか、めんどくせえなこいつら本当に。こうしていいわマジで今日ダリーな本当に。こうしてでけえな。髪型ぐらぐらうるせえだったら、なんかあれしろ、なんかかっけえ髪型かっけえやつ見てればいいじゃない。鬱陶しいわマジで。オッケー。で上から早く眺めて、ありがとうございます、カニの化け物を倒してくれたんですね。突然カニがカーニバルとか、ほんとカンにしてほしいっすよ。いやいや、別にカニとかけたわけじゃないっすよ。そういやアイアンアントさんやウミウシさんもいたみたいですし、島には野生の魔物も住んでるんですね。あやつらハーゴン教団の魔物ではないが、今後は注意しなければなるまいな。それにしてもシドよ、お主がいてくれて助かった。物は作れなくてもやはり頼れるやつよ。なんだよヒゲ、改まって気持ち悪いな。さあさあ皆さん、そんなことで早速完成した川を見てみましょう。